はい、えー、今日も動画撮っていきますってことで、えー、っと今日ね2回ぐらい動画上げたんですけどまあセールだったんで上げてみましたで1つ目のお店がヌビアンってお店でめちゃめちゃ安くなってましたね海外と比べてみても安かったですねヌビアンはシェリーはちょっと前からあのしてたんで まあ余りものかなってとこです、うんね、ってことで今日はね、動画何の動画話していこうかと思うと、まあ、ハイブビーストのやつで、ちょっと前にあったんですけど、2017年ベストセスレクトショップトップ10ってことでね、まあ、ちょっと解説しながら話していこうと思います。で、第1位から。日本の人あんまり知らないと思うんですけど、マックスフィールドってお店ですね。マックスフィールド LA。もう本当、ブランドのデザイナーとかがここで取り扱ってもらったら、もう、 夢ででしたっていいうぐらいのレベルですねまあ日本のブランドだとは何だったっけこの前はなんかそのネクサス7のなんかアクセサリーとかレディーメイドとかかな、うん、置いてるみたいですねまあここら辺に載ってるセレクションショップかなりね取り扱いかぶってるんでトップ10の中でほぼ似てると言っても過言ではないんでまあ、説明していくとマックスフィールドだと最近ねえー、っと 最近も近3ヶ月前ぐらいかなにガンズローゼスの何十周年記念家でこのお店とコラボしてえとオフホワイトガンズだったりアミリーだったりパルメンジェイズとかそことガンズがコラボした服が販売されたんですけど現地でしか買えないし現地もパスポートとか見せないと買えないぐらい厳重だったんでオンラインも出てないかなり数が少なくてアメリカの EY とかでも。 少ししか販売されてなくて値段がめちゃめちゃ高かったです。物はめちゃめちゃかっこよかったんですけど。で、僕の知り合いっていうか、まあ、知ってる方が持ってるのと僕が T シャツ持ってるぐらいで、日本ではそれ以外であんまり見たことないですかね。はい、次あ。調べてみてくださいよかったら。あんま載ってないと思うけど、もう全部英語になっちゃうと思います。これと。 コレット知ってる人多いじゃないですか。フランスの超有名なセールスシップで、もう潰れちゃったんですけど、ちょっと前にね。えっ、ー、とね、日本のブランドとかも結構取り伝ってて、ギャルソンだったり、エイプとか置いてたとこですかね。えー、まあ一番有名じゃないですかね。俺、マックスフィルよりもコレット知ってましたからね。ねセール、あの、潰れる前にセールした時は、えー、V ローンとかをかなり値段を下げて、半額ぐらいで売ってました。う3位。 KM20 ちなみにここを僕知らなかったですこのあれを見るまでもう取り扱いも似たようなブランドなんでちょっと省いていきますまあここら辺のセレクトショップは一番ね感度がいいし、まあ、トレンドですよねまあ僕はストリートって言ってるけどどっちかってこっちのラグジュアリーっていうんですかこっちのブランドが好きなので、まあ、ストリートももちろん好きですけど まあ、部だとストリート混ぜるような着方が好きですね。で、キスキスは日本にお店、あのね、アイスとアパレルとってお店作ったんでも、もう知ってる人も結構多いんじゃないでしょうか。アメリカでも、えー、と、オンラインすると速攻完売してたりとか、そうですね、ロゴものとかはプレってますね、日本でも。で、えっ、ー、と、 キスは最近だとあれかユナイテッドアローズとコラボしてあのノンネイティブキスを出したりとかキスから最近出たのはティンバーランドとコラボしたやつかな個人的には結構ノンネイティブ好きなんでえっ、ー、とおすすめしてますおすすめしてるけどちょっともうちょっと年齢が上の方かなまあ30代前後ぐらいの方におすすめですノンネイティブは落ち着いてて 大人っぽくてかっこいいと思います。ただ作りが細いんでね、僕みたいにちょっとね、最近太ってきたんで入らないんですけど、うん、ぜひ見てみてください。ちなみに、キスのオーナーの方、まあ、作った方がね、が、ノンネイティブが好きでコラボが実現したみたいですね、ノンネイティブとは。ヘブン。ああ、まあヘブンも、まあね、よくせあの海外のショップ見る人とかは出てくると思うんですけど、 取り扱いがね、ネイバーフットこの中に入ってたりとか、まあ、日本のブランドですよね、アンダーカバーだったりとか。本当、あの、前の動画でも言ったんですけど、日本のブランド意外にアメリカ取り扱ってるんで、結構見てたら感動しますよ、調べて。で、このブランえー、このテレビショップはエッセンスってショップとエンドってショップで、えっ、ー、と、海外通販される方とかだと知ってると思います、エッセンスは。一番有名じゃないですかね、エッセンスとファーティッチ。 はえー、と輸入すするとききに一番上の方に出てきますそしてね値段がどちらも安いです特にエッセンスが安いのでセレド価格がね、うん、日本の比じゃないぐらい安いんでぜひ見てみてくださいあんまりいろんなお店分かんないって方は輸入の最初にエッセンスおすすめですエンドはね、うん、靴好きな人とかはよく知ってるんじゃないですかあのー 抽選とかもしてるしあの、オンラインで抽選したりとか、えっ、ー、と、最近だと、あの、この前動画にしたポロのスノービーチだったりとか、半年ぐらい前かな、うわ、フラグメントジョーダンの抽選をしてて、日本人の主張が当たってましたん、ね、で、それ見ました。うん、取り扱いもね、かなりみんな似てますね、このここら辺のそのトップ10のやつは。スラムジャムソー,ャソーシャリズムか。 ここら辺も似てますねちょっとこっちとかマイナーかなまあここに書いてるのはカフラトゥイップとかって書いてるけどまあ大体みんな似てますねで最後にグレート、えーまあ、この話をしようと思ったんですよグレートの話えっ、ー、と日本で唯一この中に入ってるセルフトショップでグレートも本当取り扱いはうんとあう世界と比べてもトップレベルっていうか とすすごいと思い思ます日本でこういうね入ってるっていうのはすごいと思うし、まあ、さっきも冒頭で言ったんですけどヌビアンってショップもすごいっすでグレートとヌビアンをまあ見てたらまあ流行りもののブランドが分かるんじゃないかなと思ってますうん <laughs> でグレートはそれこそ最近だとヘロンとか何置いてるかなまあまあまあ有名なやついっぱい置いてるんですけど、まあ、こう見えるオフホワイトだったりとか まあそれこそハイブラだとか何を置いてたっけもう大体あるんですよね。みんな同じなんですよ。ラフシモンズとか。えっ、ー、と、大体一緒なんですけど。ちょっとパパって出ようかなとすいません。えっ、ー、と、あ、イージーとかね。あの、ほとんどそういうところは一緒なんですけど、あの、ヌビアン。ヌビアンがね、そうそうそう、ヌビアンの発祥だとヌビアンがすごいんですよ。 ヌビア何がすごいか,すごいかってあのもちろん取り扱いもすごいですよグレートと同じぐらいけどあのねバイヤーの方が多分相当詳しくて、まあ、グレートの方も有名ですよ社長の人あの何ですかねインスタとかで2000人とかぐらいしかフォローしてないようなブランドで海外のアーティストが来てるようなブランドとか、まあ、僕も探して買ったりしてるんですけどそういうブランドを取り扱ってるんですよね もうほぼ多分日本知ってる人いないんじゃないかなってブランドとかを引っ張ってきたりとかしてるので、まあ、バイヤーの方はすごいと思いますね。で、でえっ、ー、とまあ最近とかだと、まあ、ちょっと前だけど結構高くなったので、えー、マリノとえっ、ー、だ何が高くなってたかなプレスだなマリノぐらいかな。まあマリノも 僕の知り合いの方が日本に入れてるのしか知らなかったですね、それまでは。えー、っと、日本に持ってきてるとこなんて一人もなかった。個人で買ってる人しか知らなかったですね。で、マリノは結構ね、LDH だとか、有名な美容師の方が来てくれてて、今も結構値段高いんじゃないでしょうか。うんうんうん。で、えー、っと、 グレートはリベンジってブランドあのみんな多分結構流行ったんで知ってると思うんですけどリベンジって書いてあってあの、えー、とテンタションのね、マーチのブランドですねもともとテンタシオンが捕まった時にハジャッキのやつとかでマーチ作って出してあげようみたいな感じで作ったみたいなんですけどグレートの1年前から僕は輸入してましたねもう本当に フォロワーが1000人とかぐらいの時やしあのシャープつけてリベンジって入れてもね8件とか7件しか出てこない時だでしたねで最初ブランドのあのね出所がよく分かんなくてリベンジっていうとリベンジストームもあるじゃないですかイヤンコーナーがしてるそれと被ってるんじゃないかとか、まあ、そういういろんな噂があったんでまあねめちゃめちゃ、えーえー、と外人とかに聞いたりとか知ってたけどほんと知らないぐらいみんな それぐらいマイナーなブランドだったんですけどまああのー、ラクマとかヤフオクとかでも一時期今もそれなりに高いけど2万まあ二万まあ、うん、そうですね二万とか3万とかになってる時もありましたねうん、まあ、今はちょっと落ち着いたんですけどまあでもグレートとその福岡の今日説明したあねあの緊急っつってたチェリーも えーとポップアップをリベンジとしてましたねってことでとりあえず日本はグレートとヌビアンを見てればあの、はあ、トレンドを終えるんじゃないかと思ってます正直それぐらいすごい、えー、と東京ショップだと思いますまあ僕はストリート系好きっつってもこっち、まあ、ハイブランドも好きだしストリートも好きだし、まあ、ラグジュアリーって最近なんか言えみたいなんですけど まあこっちを追いかけてる人なんでぜひ、まあ、参考にしてみてくださいということで今日は終わりますまた見てください